竹下拓磨です。大学の時ですなよ。17歳です。宣言はおめでとうだしましたよ。2004年10月7日です。出身地の時でしなよ。大阪です。レッキャーの大型です。特技はダンスとラップで、趣味はショッピングと映画鑑賞です。好きな食べ物はお寿司です。魚が好きでお寿司が好きなんだと思います。好きな曲はアイコンさんのクライマックスっていう曲です。歌詞がアイドルを目指す人なら誰でも思う気持ちを書いてる曲だからです。ロールモデルはジコさんです。理由はいつも毎回新しいことに挑戦していてかっこいいなと思ってるからです。休みの日は家でゴロゴロしながら音楽聴いたりしてます。どんぴょんやんごまつね今度はティキャンゴしたかい。ティキャンゴ女の子だよ。それショッピン、おつはろかんの。ファイトの誕生日にいなよ。どうねげファイト、ちっちゃい時にちょっとだけ子役をしてました。努力家です。アイドルを応募した理由は小学校4年生の時から韓国のアイドルになりたいと思ってたからです。オーディションの参加者の音も発表したよ。韓国で練習生生活も していて、コロナの影響で日本に帰ることになって、その後はずっと日本で一人で練習してました。はい、あります。コロナの期間の間、ずっと一人で家で一生懸命練習してきた努力の成果が出たんだと思います。みんなボーカル派の人もシンガーソングライターの人もアイドル派の人もみんなとても上手くて、みんな残ってると思います、記憶に。韓国にいた時に先生方に教えてもらったことを思い出しながら一人で練習してるし、チームで練習する時はみんなで楽しく意見を言い合いながら練習してます。アピールポイントは自分だけのフィーリングがあるところです。参加者中で差異が좋은사람이나요。仲がいい人はコヨンイホンです。理由は前の予選の時も一緒のチームだったし、性格がめっちゃ合ってるんだと思います。 TV에 나와서 TV에 나와있죠。네、家族や친구에게서반응이있었어요。家族のみんなも
頑張ってきてって応援してるって言ってくれました。청춘스타를보고있는일본의이런팬들한테한마디해주세요青春スターっていう番組であんまり日本人参加者が少ないけどその中でも僕を見てくれたら嬉しいです。이청춘스타를통해서어떤사람이되고싶어요？もっと自分の魅力を出せるようにもっと自分が成長できるようになりたいです。